おはようございます。おはようございます。おはよう。今日の受け持ち、今日井出くんのフォローか。前回フォローした時に結構強く言っちゃったんだよな。へこんでないといいけど。でもまああれだけ言ったから勉強してきてくれてるだろう。寄り添ったケアができるように、うん、はい、寄り添ったか。もうちょっと具体的にあるか。具体的にですか、うん、昨日も同じ部屋持ってたはずだけどな。なんか目標が漠然としてるけど大丈夫か。確か今日オペ出しとか術後患者の受け持ちとかあったけど忘れてるわけではないよな。3号の田中さんが多分そろそろ退院だと思うので、うんうんうん、退院指導をやっていこうかなと思います、うんうん、はい、そうだね、退院指導も大事だね。今日オペ出しなかったっけ。あ、はい、ありました、はい、オペ出しは何回かやったことあるのかな。この前見学をさせていただいたんですけど自分では出したことない。はい、あ、はい、なので今日は自分で。そうだね、知りたいと思います、はい、オペ出しについては確認できてるかな。何聞くとか、整理できてる。はい、一応、はい、大丈夫そうです、はい、そっかそっか、はい、あとはじゃあ他にあるかな。他には特になかったと思います。あれ今日術後の患者さん見るの初めてじゃなかったっけ。あ、術後の患者さん。おや、なんか雲行きが怪しいぞ、はい、大丈夫か。そうだよね、うん、じゃあしっかり確認して、わからないことはちょっと聞いてもらって待ってこうか、はい、うん、じゃあよろしく。はい、よろしくお願いします。新庄さん、これから検温回るので一緒に回ってもらってもいいですか。じゃあ今日は主体性持って自分でしっかり回せるようにしようか。はい、わかりました。じゃあ行こう。よろしくお願いします。失礼します。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。伺いました。よろしくお願いします。今日天気いいですね。うん、最近天気いい日続いてるから気持ちいいですよね。うん、朝ごはんって食べれました？あ、食べれた、よかった、うん。味薄いからね、なかなか食欲ないかもしれないけどね、しっかり食べてくださいね。うん、夜寝れました？あ、寝れた、よかった。機械いっぱいあるからね、なかなか寝つけないと思うんですけどね。うんうん、寝れたのは良かったです。うんうん、ほらほら、うん、ほら、しっかり、はい、バイタル測って、回らないと。めっちゃ測りますね。ごめんなさい、新人ですからね。あと血圧も。やっぱりまだ新人だから、先輩として引っ張ってってあげないとダメだよな。血圧152の98ですね。ちょっと高めですけど、お変わりないですか。あ、良かったです。明らかに血圧異常だけど、そこのとこちゃんと分かってんのかな。平熱って普段から高いですか。あ、37度ぐらいある。あ、でもちょっと高いですからね。アイスノンとか使いますか。あ、そしたらまた持ってきますね。あと大丈夫そうですかね。はい、じゃあ失礼いたします。失礼します。今ってさ、はい、患者さんのところだけどさ、はい、さっき主体性持ってやろうかって言ったよね。はい、うん、俺がさ聞かなきゃいけないことを全部聞いたから、ご飯とか夜眠れたとか、本来であれば井出くんが聞かなきゃいけないことなんだよね。うん、だからさ、そこはしっかり自分で確認しないといけないところだから、うん、次からはねしっかり聞いていこうか。はい、うんうん、で血圧さ152とか言ってたけど、これって大丈夫。はい、ご本人さんもお変わりないっておっしゃってたんで。おや、患者さんが大丈夫って言ったら大丈夫だと思ってんのか。はい、熱は38度1分って言ってたけど、これはどうなの。普段も平熱高めっておっしゃっていましたし。うん、なんだそのペラペラなアセスメントは。もはや看護学校ちゃんと出てきてるかどうかも怪しくなってきたぞ。
ちょっと注意して見ていかないといけなさそうだな。もういろいろ考えて、そう。いや、平熱とかさ、言ってるけどさ、連日とかのデータと比較してる？あ、それはできてない。この人さ、術後じゃん。血圧管理とか大事だしさ、熱とかは今って正常なの？この値って。正常なのかな。術後だからさ、上がりやすい時期ではあるんだけど、傷口とか見れたかな？傷ですか。傷。傷口ってどこにあるか分かってる？傷口ですか。やばー。もしかして装部あるの知らずに言ってたのか？それはさ、朝情報を取る時点で確認しとかなきゃいけないことだから、うん、後で見た、部屋行った時にしっかり確認しといて。うん、わかりました。で、後で報告して。はい、うん、じゃあ、次行こっか。はい、うん、ゆうくん、はい、そろそろオペ出しの時間だけど、準備できてる？準備は、はい、一応できてます。大丈夫？はい。この前一回見たことあるって言ってたけどさ、はい、伝えることとかは準備できてるかな？はい、大体は大丈夫そうかな。はい、大丈夫だと思います。よし、じゃあ行こうか。はい、お願いします。お願いします。バイタルは入力の通りになりますので。入力の通りとかじゃなくて、しっかり最新のものを伝えて。うん、はい、すいません。血圧124/72、体温36.4度で、サチュレーションも 98% でした。アレルギーはこの方は特にないです。はい。起用ですか？起用歴は、おや、起用見てきてないの？確か高血圧が、確かとかやめて。この方、高血圧と DM あります。はい、はい。で、朝の内服はストップしてくれます。で、ルートは左に20ゲージ入ってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。さ、オペ管によってさ、聞かれること、違うことあるからさ、前聞かれなかったかもしれないけど、ある程度の情報は取っといて。オペ出し一回見たことあるって言ってたけど、全然頭の中で整理できてない感じだな。じゃあ行こうか。はい、よし、じゃあ休憩入ろっか。はい、うん、じゃあ休憩いただきます。休憩いただきます。午前中疲れたね。そうですね、はい。順調？順調というか、まあ、はい。そっか、病院慣れてきた？いや、まだ慣れまではいかないです。まあ、そうだよね、まだ2ヶ月とかだもんね。はい。同期とか仲いいの？同期、まあ、ご飯行ったりもしてないですし、そんなに。そうなんだ。まだ病院にも慣れてないだろうし、一緒に休憩入ってあげるのが優しい先輩ってもんだよな。でも何話せばいいんだろう。休みとか何してんの？休みですか。うん、休みは特に何もしてないというか。そっかそっか。気まず。よし、じゃあそろそろ出よっか。はい、うん、午後も頑張ろう。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあお昼のカンファレンスしていきたいと思います。転倒リスクのある患者さんの共有をしていきたいと思うんですけど、4号の仙崎さん、オペ後の方なんですけど、離床開始しているんですけど、最近ちょっと新しく麻痺が出てまして、麻痺どっちだったっけ？寝てるじゃん。リグ、はい、はい、リグ、はい、どっち側だったっけ？眠いのもわかるけど、うんうん、寝ちゃダメだろう。あっち。何この新人、予想外の答えすぎて言葉が出ないよ。朝確認したじゃん。 あっち何言ってんの？左の麻痺です。そうそう、左だよね。はい、はい、左側にね、新しく麻痺出てますんで、移動する際はちょっと気をつけてもらって、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあカンファレンス終わりますので、はい、よろしくお願いします。ゆうくん、
はい、これからさ、サンゴの田中さんのシャワーよく入ってくるから、はい、うん、何かあったら声かけて。わかりました。で、今の間にさ、記録とかやれることをやっといて。はい、うん、じゃあよろしく。はい。ちょっと、そこの看護師さん、今からさ、処置したいから会場入ってもらっていい？あ、保護者持ってきて。ちょっと急ぎで、よろしく。はい。しゃあよかった。あれ、入江くんどこ行ったんだ？あれ、記録してないのかな？すいませんでした。すいません。お、お、どうした？何してんの？ちょっと他の科の先生が今来て、処置をするっていうので、うん、処置の会場に入らせてもらったんですけど。処置入ったの？はい。それ誰かに相談したの？いや、ちょっと周りに誰もいなかったので。勝手に行ったってこと？おや？いや、そうですね。え、その処置入ったことあるの？いや、全くない。おや？全くないのに行っちゃった。しかも受け持ちじゃないよね。そうですね。それっていいのかな？おや？おや？いや、ダメですね。はい。その処置は一回も見たことないんだよね。そうですね。はい。それでいっちゃダメだよね。それって少し考えればわかるよね。おや？おや？おや？なんかあったら声かけてって言ったじゃん。そうです、ね。うん。なんで声かけてくれなかったかな？ちょっと急ぎって言われちゃったので。まあ、急ぎはそうなんだけど、一人で入ることの方がさ、良くないのはちょっと考えてもらえれば。わかると思うから、はい、しっかり何かあったときは相談して、次から。これはなかなかの新人がやってきたぞ。ちょっと井出くん。はい。15時の抗生剤って言った？ああ。もう15時半になるけど、どうすんの？抗生剤だからさ、しっかり時間通りに行かなきゃまずいからさ、すぐ準備して。何その動き。新庄さん、すいません。今ホークって大丈夫？あー、ごめん、ちょっと今忙しいからさ、もうちょっと後にしてもらっていい？うん、わかりました。井出くん、はい、いつ報告くんの？時間見て。もう夜勤さんに送らなきゃいけない時間だからさ、早く報告して。こっちから声かけないと本当に何も言ってこないんだから。3号の田中さんなんですけど、うん、午後も特に血圧上がったりもせずに。あ、よかった。熱も、うん、ある以降少し下がって、うん、37度ちょっとぐらいの微熱にはなってたので、うんうん、大丈夫かと思います。あとは傷も見たんですけど、うん、傷も問題なくて、うん、はい、大丈夫そうです。はい、了解です。はい。それじゃあお願いします。お願いします。2号の山下さんなんですが、朝の血圧が112の63。ちょっと、血圧とかさ、記録見て分かること言わなくていいから、うん、必要な情報だけ伝えて。はい、わかりました。山下さんは今日からリハビリが始まってて、離床ができてます。あと、リハビリ中に折り紙を。何この新人。折り紙が綺麗に鶴が折れたって言って。折り紙を申し送る新人はこの病院始まって以来おそらく初だぞ。折り紙折れたのはすごいいいことなんだけど、そんな情報を夜勤さんに送っても困っちゃうからさ。はい、うん、それはいいから。分からなかったらさ、送ること分からなかったら、うん、最初に言って、うん、もう いいよ、俺送るわ。オペ出しの方は無事にオペ出られてます。4号の千崎さん、麻痺出てるんですけど、車椅子以上無事済んでますんで、夜間帯転倒に注意してお願いします。はい、はい、じゃあお願いします。よし、じゃあ振り返りしよっか。はい、お願いします。今日どうだった？そうですね、全体的にフォローしていただいてなんとか乗ったっていう感じだったんですけど、うんうん、オペ出しに関しては今日行けたので、次からは一人で。自己評価高。逆にどうやったら今日の感じで次から一人で行けると思ったのか教えてほしいわ。
ドキドキいるんだよな、何でも一人でできると思っちゃう新人。朝さ、主体性のこと話したけど、今日患者さんにのとこ行くときにさ、聞かなきゃいけないこととかさ、やらなきゃいけないこと俺が確認してたじゃん。これってさ、患者さんの部屋に回る前に自分で聞かなきゃいけないことっていうのをしっかり確認できてないからそうなってたと思うんだよね。うん、だから患者さんの部屋回る前にしっかり自分のやらなきゃいけないこととかを確認してから行くようにしようか。あと、ほうれん草だね。井出くん特にほうれん草が全然できてないから、今日の処置もそうだけど、自分でやったことないこととかは、しっかり先輩とかに聞いてからやるようにしてほしいんだよね。あと、報告来る時間だね。この前も言ったけど、いつも遅いから、あの時間が遅れちゃうと結局夜勤さんに申し送りする時間が遅くなるからさ、業務がどんどん遅れてっちゃうから、しっかり時間見て、報告するようにして。わかりました。じゃあ次回からそこ気をつけてやっていこうか。はい、うん、じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。新庄くんさ、今日新人指導見てたけどさ、どういうことあれ。はい、ちゃんと見てなきゃダメじゃん。はい、あとさ、報告来れないっていうのはさ、もう分かってることなんだから、はい、ちゃんとそこはさ、個人とのさ、そのパーソナリティっていうのをさ、理解した上で指導してあげないとダメじゃん。はい、すいません。ねえ、そういうとこだったよ、新庄君は。そうですね。ねえ、分かってんの？はい、次から。新人指導って難しいな。当たり前だと思ってやってたことが、新人からしたら当たり前じゃないこともあるし、かといって一から全部教えてしまうのも、主体性を伸ばすことを妨げてしまうし。新人だった時は、指導者の愚痴ばかり言ってたけど、指導者の立場になって初めて分かることもたくさんあるな。人に何かを伝えるって本当に難しい。まだまだ一人前の看護師になるには程遠いな。明日からも頑張ろう。